田中正人は日本のプロレースラー。本名、田中正人。和歌山県立和歌山東高等学校在籍時はラグビー部に所属し、国体に出場している。卒業後は、住友金属ラグビー部での活動を経て1993年に FMW に入門。リッキー富士戦でデビューを果たした。大似田敦引退後は、早草と共に AS として、 新生、FMW を引っ張る立場となり、弾丸選手として人気を博す。ECW に長期遠征しポール E に惚れ込まれ、リングネームを正田中俊とし ECW のトップレスラーの一人として活躍し、日本人で唯一 ECW 世界ヘビー級王座にもついた。しかしながら、FMW の経営危機による帰国要請により ECW を離脱し、 FMW へ復帰した。FMW 復帰後、2001年2月に、邪道、下道、中山香織と共に、コンプリートプレイヤーズを結成し、FMW を離脱。全日本プロレスと、01に参戦し、後に、橋本真也との一騎打ちを申し込み2002年3月に、両国国技館で、シングル対決が実現したが、半ばやられ放題で軍門肉だった。 しかしその対決を機に、橋本に見込まれて、ゼロアンに入団する。大谷慎次郎とは同年齢であり、お互いを意識し刺激し合い、永遠のライバルと言い続ける。しかし、橋本という団体トップの人間を倒し、世代交代を提唱するにあたり、ライバルというスタンスは消えてはいないものの互いの力を結束しようと、エンブレン夢を結成し、 他団体でも大車輪の活躍を見せつけ2002年にはプロレス大賞ベストタック賞を受賞する。また同年には大谷とのタックでローへも登場している。2004年2月19日に以前からタイトルマッチでありながらハードコアにこだわる田中とベルト防衛の意思を尊重する大谷と方向性の違いで中互いを起こしエンブレン夢を解散し、金村金太郎、坂田渡良と共に ゼロワン世紀軍と敵対した。ゼロワン解散後は、大谷らと共に、ゼロ一マックスに合流。2005年の4月に、佐藤浩平と、西良寺の要望を機に、エンブレン夢を再結成し、ヤングマックス軍と、世代闘争を繰り広げている。ゼロ一マックスの母体である、ファーストオンステージガズと共に制作に関わる、プロレスイベント、ハッスルにも、レギュラーとして参戦する。 ハッスル登場の際には、ハッスルレイチと書かれた赤い半袖のジャージを着て入場し、グレーのジーンズを履いて、主にハードコア系で活躍している。出場時は白いギターを持参する。トリプル H ハッスルハードコアヒーローでチャンピオンになった時の初防衛した後に、人狼にゴールデンロットで頭を叩かれて頭から血が出て、さらにはその後に高田総統に 初防衛おめでとう、佐藤くん。いや、鈴木くんだっけと言われたことがある。その理由は、田中という名字がとても地味なため、その後も、川田敏明とタッグになった時に、控え室で、お鈴木、じゃなかった佐藤、と言われたり、島谷東平から、地味なチャンピオンとも言われたりしていた。その後、金村金太郎とタッグを組んだ時は、 金村の良き突っ込み役として、共に頑張っている。ちなみに、田中は、ハッスル16以外は、すべてのハッスルのシリーズに出場していたが、肩の手術のために欠場した。2005年6月12日には、WWE の PPEV である WWE、ECW、S1 ナイトスタンドに出場。マイク・オーサムとの試合は、ECW ファンに称賛された。翌年にも、 同大会に参戦した。2006年には、大日本プロレスにて、黒田哲弘とのタッグを結成。田中を目標としている、関本大輔との世代闘争を展開した。また2005年から始まった新日本プロレスとの構想においては、金村金太郎や黒田哲弘らとタンクを組み、ダイガー、邪ゲド道らのジュニア選手と対戦した。2006年7月、 01マックス、日祭り06において、悲願の初制覇を遂げる。日祭り開催から6年、毎年エントリーされ出場してきたが、01マックス最高峰の称号である、日祭り制覇を、ついに現実のものとした。2006年11月29日に右肩手術を行った。2008年4月6日、中西学と世界ヘビー級選手権のタイトルマッチを行い、 ベルト防衛。この構想の中で生まれた金本浩二との確執から金本の挑戦を受け勝利しベルト防衛。その後も真壁型なぎに日祭り2008決勝で勝利し長田博との構想を開始し世界ヘビー級選手権をかけ対戦するも敗れ2009年1月4日東京ドーム大会でリターンマッチを行うも連敗した。その後ゼロとしては 初めての両国大会でリベンジを果たした。2007年から体重を絞り始め、現在は9 0ラムとジュニアヘビー級の体重となっている。2008年10月のプロレスエキスポでは、ライバル関本大輔とタッグを結成し、大陸別タッグトーナメントで優勝を果たした。2009年、中村信介率いるヒールユニット、カオスに加入。また、 FMW 時代の名優である邪道、ゲド道と3人で、コンプリートプレイヤーズを再始動させる。新日本プロレス、G1 クライマックスにも出場した。2010年、1月4日のレッスルキングダムでタジジと、タックを組み、永田博士、明けの組と対戦しこれに勝利。この年の G1 には出場しなかったが、同大会で、棚橋博士に敗北し、 ベスト4で終わった前年度 G1 覇者で当時、IWGP 王者だったマカベガタナギを襲撃し、IWGP ベルト挑戦を表明、9月6日に IWGP 戦を行うも敗北する。しかしその後もイコンは続き、同年の G1 タグリーグに出場し、対戦組となった新壁、本間智明組と対戦した際、 場外でシンカベを机の上に垂直落下式、ブレーンバスターを行い、シンカベの頚椎を破壊し途中欠場に追い込んだ。2011年1月4日のレッスルキングダムで復讐を胸に出場したシンカベと対戦。持ち前のハードコアサッで必要に、シンカベの負傷箇所である首を攻撃し、優位に立つが、シンカベが田中のお株を奪う折りたたみ式テーブルへのパワーボームを観光。 形勢逆転を許し最後は、キンコングニードロップで敗北する。3月のニュージャパンカップにも、出場、1回戦に、内藤哲也を下すも2回戦で、長田博史に敗北。4月3日、IWGP ヘビー級王座で、棚橋博史からベルトダッシュに失敗した長田に、試合後マイクで、対戦表明をし、5月3日の博多で、長田と対決。 負傷箇所となっていた左膝を徹底攻撃するもバックドロップホールドで敗退。翌25日には完全分裂したノーリミットの高橋博士二郎に加担し、高橋と同じコンプリートプレイヤーズの邪道、下道の4人で内藤哲也を袋叩きにしてカオスから追放する。七月十八日、新日本札幌大会の IWGP インターコンチネンタル王座戦で、 矢野ーを相手に2度目の防衛を果たした MVP を試合後に襲撃。その流れから同王座に挑戦表明、10月10日に MVP をスライディング D で沈め、2代目 IWGP インターコンチネンタル王者に輝き、試合後のバックステージで2年近い構想を展開したことのある後藤博士から挑戦表明を受ける。11月12日、 大阪府立体育会館にて行われた IWGP インターコンチネンタル選手権。挑戦表明を受けていた後藤博士大輝と対戦しスライディング D で初防衛に成功した。12月4日、愛知大会 MVP との IWGP インターコンチネンタル王座2度目の防衛戦。リフェリーのブラインドをつきコンプリートプレイヤーズの高橋博士二郎が MVP に東京ピンプスを食らわせた直後に、スライディング D で田中が V2 に成功した。後日、12月23日の後楽園大会で、本間智明との同王座 V3 戦が決定した。12月23日後楽園大会、本間智明をスライディング D で破り、IWGP インターコンチネンタル王座3度目の防衛に成功した。 2012年2月21日大阪大会で、後藤博大木の焦点を喰らい、IWGP インターコンチネンタル王座を4度目の防衛に失敗した。2012年夏01の第12回火祭りで、プロレスリングノアから参戦した塩崎剛を破り4年ぶり4度目の優勝を果たした。通算優勝回数は、大谷慎次郎と並ぶ、歴代1位。 2012年10月5日、新日本プロレスの若手選手工業ネバーのリニューアルに伴うネバー無差別企業座の初代王者決定トーナメントにエントリーされる。トーナメントは渋谷アックスで11月15日と11月19日の2日間にわたって開催された。カオスの領友、石井智弘とベストバウトの呼び声も高い肉弾戦を披露するなど快進撃を見せ、 決勝戦ではその年の G1 で準優勝の成績を収めたカール・アンダーソンを破りネバー無差別級王座の初代王者に輝いた。2013年1月4日、新日本プロレス東京ドーム大会でシェルトン・ベンジャミンをスライディングリーで破りネバー無差別級王座の初防衛に成功した。2013年2月3日、新日本プロレス後楽園 ホール大会のメインイベントで、石井智博と再戦。スライディングリーで破りネバー無差別級、王座二度目の防衛に成功。なおこの試合は2013年のベストバウト候補にも、なった。2013年5月3日、新日本プロレス、福岡国際センター大会、レスリングドンタク2013で、本間智明を、スライディングリーで破りネバー無差別級、 王座三度目の防衛に成功。2013年5月4日、01、後楽園、ホール大会のデビュー20周年記念試合で、エンブレン夢の名優、大谷慎次郎とシングルマッチで対戦。スパイラルボムで敗れた。2013年7月20日、新日本プロレス、秋田市立体育館大会、吉野屋プレゼンツ絆ロード2013で、内藤哲也を、 スライディングリーで破りネバー無差別級、王座4度目の防衛に成功。2013年夏、01の第13回火祭りに出場。8月4日、後楽園ホールでの最終戦で、小畑優作を撃破し、A ブロック1位通過で決勝戦進出を果たす。歴代優勝記録更新に大手をかけるが、 B ブロックを1位通過し決勝戦に駒を進めた22歳のジェームス・ライディーンに敗れ準優勝に終わった。2013年9月29日、神戸ワールド記念ホール大会で、内藤哲也相手に、ネバー無差別級、王座5度目の防衛に失敗。2014年より、新ユニットを、小畑優作や日高薫人と、弾丸ヤンキースを結成。2018年8月8日、 一般女性と入籍。翌2019年1月22日には、男女の双子の父親となった。2019年12月28日、DO グランプリに初出場し初優勝。2020年11月、全日本プロレス、世界最強タッグ決定リーグ戦に田尻とのも ECW コンビを組み、18年ぶりに参戦。 翌2021年1月3日の正月工業では、前年のチャンピオンカーニバル覇者、ゼウスとのシングルマッチに臨み勝利した。1月4日、ノアコーラクエン大会にサプライズ参戦し、エムズアライアンスに加入した。ありがとうございます。